えとご紹介をいただきました東北大学の、えー、と曽根と申します。よろしくお願いします。とは言いつつ、あのセキュリティポリシーの話という風なあのー。 台で喋れれととというふうふなことを言われまして、えー、と決しててえっ決東北大学でやっているというふうなお話でもありません、それから、えー、とそもそも今日のこの午後の時間帯は、えっ、ー、と学人のあのセッションということになっていますので、えー、とセキュリティポリシーのお話をするんですけれども、えー、と学人ですとかに、えー、と絡むところで、えーと、ちょっと重点を置いてやっていこうかなと思ってはいるんですが、あのただ、あのこの こういう話、も十何年やってきているんですけれども、そんなに急にあの今年新しいことをやっているわけではありませんので、えーと、似たような話を聞かれた方は、もうこれ聞くの,あの、2回目、3回目、5回目という方もおられるかもしれませんが、まあ、あのところどころアップデートがございますので、えー、とお許しください。 それであのそもそもあの大学において、えー、と情報セキュリティってどうなんだろうねっていうふうなことを考えますと、大学ってそもそもなんだろうっていうふうな話がちょっとありまして、えー、と大学には、えー、と職員もいますし、えーと、学生もいる、あるいは職員も、えー、と役員から、えー、と派遣とか自宅業者さん、あるいは、えー、と研究員になりますと、必ずしも大学に雇われていない研究員もいるという、いろいろあります。それかかから活動は教教育育とととと研究とか運営というふうなものががあるるわけですが、えー、と教育をすをには 学生というのはお客様なんですけれども研究活動するときには往々にして特に大学院生は、えっと、こっち側の人になっているというふうなこともありますそうすると、えっと、学生をどう位置づけるかというあたりもなかなかあの企業とかあるいは、えっと、観光庁のようなところとはあの違ったあの難しいところが入ってきています、まあ、そうは言いましても、えっと、守るべきものは、えっと、このページでいうと下半分ですけれども、えっと 企業なり、あるいは官庁と同じでして、えーと、情報システムの可用性、機密性、完全性というふうなキーワードで代表される、えー、と情報セキュリティを守っていきましょうと、それを、えー、と維持・向上させましょうと、あるいは、えー、と機密情報が大学にもあ,のあります。えー、と大学はまあオープンだといっても、入試問題ですとか、あるいは未発表の論文と。 いいうふうなものがございますそれから、えー、と個人情報保護ですとか、えー、と安全保障防御機関というふうなところは、もうあの法律とか、社会からの要請があるところです。 まあこういうふうなところを守りながら、それでいて、研究組織、あるいは研究者としましては、学問の自由と両立させていかなくちゃいけないねというふうなこともあります、それからさっきちょっとあの触れましたが、学生という存在がえっと一緒に情報セキュリティ対策をしなくちゃいけない立場でありますが、逆にあの教育のお客様だというふうなことを考えると、学生に対する情報セキュリティ教育と。 いうふうなところも考えなくちゃいけないということです。ということで、えーと、大学において情報セキュリティを考えなさいというふうなことは、10年ぐらい前にあのだいぶこう世間で情報セキュリティが厳しくなってきたと、あるいは、えー、と中央官庁においていろいろ情報セキュリティの事故があったというふうなころから、えー、と言われるようになってきておりました。で、あの端的に言うと、国立大学には情報セキュリティポリシーを制定しなさいというふうなことが、10年ぐらい前にお達しが来たわけです。 でえっと、それでただ単にポリシーというのはあのセキュリティ守りますというふうに1ページぐらい書いとけばいいんですけどもそれを具体的なアクションに結びつけていくためには、えっと、情報セキュリティに関連する規定を作っていかなくちゃいけないということであ,のある。 何らかの規定体系に沿った規定というふうなものを作っていかなくちゃいけないわけですが、まあ、このあたりはすべての大学においてそれぞれ取り組むというのはなかなか難しいと、でそこにあの参考になる資料としまして、えー、と中央官庁向けの政府機関統一基準というふうなものがありまして、これはあの直接的な政府機関向けのもの、例えばというと霞が関。 のためのものなんですけども、えっと民間企業でも使えるようにという風なところが書いてあります。で、特にあの大学において、えっと事務。組織はほとんどあの官公庁と同じようなあの業務ですので、えっと事務情報システムに関してはまあそのまま使えるだろうね。というふうなことがあります。ということで、えっと国立大学で情報セキュリティに。 対策に取り組んでいくということを助けるために、えーと、情報セキュリティポリシー、あるいはそれに関する規定というふうなもののお手伝いをしましょう、もう一つは、えー、と政府機関統一基準をあのうまく活用していきましょうというふうなことを考えました。で、そうなっていきますと,、えー、と、大学向けに、えー、と情報セキュリティ関連のひな、えー、形となるような、えー、と規定集を作って、それを提供すると。 で各大学においては、えっと、その標準的なものを見ていただいて、えっと、各大学でカスタマイズしていただけばいいかなと、でさらにそのサンプル規定数については、えっと、政府機関統一基準というふうなもの、あるいはその考え方にできるだけ準拠しておくと、特に事務情報システムについてはそれに沿っておくというふうなことを考えたわけです。でこれ、えっと もうあの10年近く前になるわけですけれども、えー、と専門家集団、えーと、そこにちっちゃい字で書きましたけれども、えーと、電子情報通信学会という学会の中のネットワーク運用ガイドライン検討ワーキンググループというワーキング,グループ、ここに十数名かな、えーと、それから国立情報学研究所、ここですけれども、そこに、えー、と当時は国立大学法人等における情報セキュリティポリシー策定作業部会ということで、ここには、えー、と20何人ぐらい。 まあ、あのどっちも22程度ですで。合わせて40人ぐらいが集まって、えー、とほぼ毎月集まって、作、え、成、ー、をするというかなりハードなことを行いまして、えー、と2007年の10月に、えー、とサンプル規定集というふうなものを作りました。でそのサンプル規定集、あのあえー、とその前に、えーと、その組織ですけれども、先ほど言いました、あの2つのグループ、20人ぐらいずつのがありましたというふうなことですが、この図で言いますと、左下の方でして、えーと 電子情報通信学会のネットワーク運用ガイドライン検討ワーキンググループ、それから国立音楽研究所の、えー、と策定作業部会というふうなところが合同で、えー、とアクション、あるた、合同。 いうようなことで、えーと、アクションを起こすというようなことで、えー、と2006年8月から一緒に活動を行いまして、えー、と約1年で、えー、とサンプル規定集というふうなものを出します、でその後、えー、と、2010年からは、えーと、オレンジ色の部分ですけれども、えーと、高等教育機関における情報セキュリティポリシー推進部会ということで活動してきております。 でここの活動ですけれどもあの、人数がたくさんいるわけですけれども、6つのグループに分かれておりまして、えっと、ここで色がついてますけれども、えっと、青い総論の部分と、それから運用の分野、利用の分野、教育の分野、事、え、務、っと、の分野、それから、えっと、このセッションのテーマでもあります、えっと、認証の分野という、この6つの分野に分かれまして、えっと、それぞれ関連する規定を受け持つというふうなことで、えっと、議論を行ってで、えっと、月に1回程度集まって、えっと、たたく。 叩き合うというふうなことをやりまして、えっ、ー、と規定を作ります。で、えっ、ー、と、サンプル規定集ですので。 と何らかの大学を想定しなくちゃいけないということで、A 大学という、えー、と文学部と理学部に学生が1000人ずついる程度の規模の大学というふうなことで、えーと、そこの大学を想定しまして、そこの大学の規定集というような体系を作りました。でそこの大学においては、えー、とこういうふうな感じで、えーと、文学部と理学部にそれぞれ情報システム運用委員会というものもありますし、えー、と全学にも全学情報システム運用委員会というふうなものがあると。 いうようよなイメージですでそのほかに情報メディアセンターというのがあるというようなことで、そこにおいてこういうふうな規定の体系だということで、まず運用基本方針というような、えー、とまさしくあのセキュリティのポリシーです、それから、えー、とその基本方針をあの少しぐあの具体化するための基本規定というふうなもの、でその下に、えー、と分野ごとの実施規定を10個、それから、えー、とその下に、えー、とあのいろいろな手順規則。 最速のようなものを33個ということで、えー、と45の規定をあの最初に作りました。まあ、あの大学で規定を作ったことのある方ですと、規定一つ作るのに相当なエネルギーがかかるわけですけれども、えー、とそれを45個一度に作るということもありますし、手探り状態だったということで、まあ、よくできたなと、自願自賛したいところです。でえー、としかもあのボリュームもすごくてですね、えー、と2、3年後にあのちょっと補充版を出したんですが、704ページと。 えと最初に2007年に出した段階でも600ページというほどですので、あのまあ、ここ笑い取るところですけども、100枚のコピー用紙を入れてもプリント終わらないというようなあのボリュームですで、えーと。そういうふうなものをあの PDF で、えー、とインターネットでダウンロードできるようにということで提供して、あのかなり多くの大学に活用していただいていると思います。 えっと、2010年に改定をしたときには、えっと、情報サービスの運用管理規定というふうなものを追加したり、あるいはえっとクラウドサービスというものが今から5年ぐらい前にそろそろ出始めてきているなというふうな状況でしたので、えっと、2011年にリリースした、4年前に出したものに、外部委託における情報セキュリティ対策というふうなことで、クラウドサービスの利用、あのですねえっと、サービスとして提供されるクラウドサービス、 の利用というふうなところについて、えー、と若干の規定を追加するということを行います。でえー、と40いくつの規定を並べるとこうなるということで、これ、読めというつもりはあの全然ないんですが、えー、と左端が、えー、とポリシー、基本方針、えー、と真ん中の列が、えー、といわゆる規定で、右の方が、えー、と手順ですとか、あるいは参考資料というふうなものです。こういう階層化をして、それからあの横にいくつか分かれてますけれども、えー、と運用管理規定ですとか、利用規定。 それから、えー、と教育規定、あの教育資料というふうなことで分野ごとに分かれてこういうふうになっています。でまあ、これは一度に全部やるのは大変なんですけれども、少なくともポリシーと規定について、それから規定の中でも少なくとも運用管理規定と利用規定ぐらいはあの各大学で定めてほしいなというふうに思っています。で、それですとせいぜい10程度の規定で済むわけですけれども、あの真面目に策定すればそれもまた大変かなというふうなところは思います。 でえー、と今ご覧いただいたようにあの40か50ぐらいあのとても読めないぐらいの,あのリストがあるわけですけれども、えー、と3年前に、えー、とあの我々のこのサンプル規定集のベースにしていた政府機関統一基準の方で、えー、と大幅な、えー、とあの体系の変更がありましたので、えー、とそれを追従しようかというふうなことで B 系列というふうなものを考えます。えー、B 系列というののはです、ねえー、とそれまでの規定 こういうふうなあの規定が、えーと、下のところにちょっとありますけれども、えー、と情報サービス運用管理規定の前に A2105 ていうのがありますけれども、この A っていうのが、えー、とシリーズの名前で、えー、と2というのが、えー、とその規定の、あのー、グレードですね、えー、とポリシーだとか規定だとか、最速というようなところ、それから100の位が、えー、と分野というふうなことを表しているんですけれども、えー、とそれに、えーと あの使っていた系列をえっと切り替えるというふうなことを考えます。それから、えっと学人のような学外認証連携というふうなところがあの関わってきますので、認証基盤運用管理規定というふうなものを考えたいな、というふうなことをえっと23年前に始めます。それからえっと外部委託です。とか、あるいはモバイルというようなものも。あのだいぶ世の中。 変わってきてき大学においても、えー、と環境が変わってきたということで、そういう新しい運用形態、利用形態というふうなところにも対応していきましょうというふうなところで、えー、と改定を行います、まあ、そのほかにもあの使いやすくしましょうというところをいろいろ考えましたが、えーと、大きなところでは、えー、と文書番号の体系をガラッと変えて、A 系列から B 系列に移したと、A シリーズから B シリーズに移したと、でさらに政府機関統一基準の方がどう変わったかというと、えー、と管理 関係の規定と技術関係の規定を分割するということを行いましたので我々の方も、えー、と管理規定と技術規定を、えー、と分けましょうかということで分けましたということで、えー、とこのページにあのちっちゃい字で相変わらず あの読めないような大きさで書いているんですが、B 系列につきまして、去年、一昨年あたり、このようなところをあの出したというところですで。ところどころ、格好が気になっているのはまだ未完成で、検討しただけでとどまっていたというところです。ところが、ところがなんですが、昨年、一昨年か。 ですけれども、えーと、政府機関統一基準がまた変わりまして、えー、と技術規定と管理規定を分けていたものをまた統合するということをやりましたので。えーと いろいろ思うところあるんですが、我々も追従しましょうということで、CK レスというふうなものをあの昨年度、検討してまいりました。でえっと、それからあの実質的なところ、あのそういうあの番号の体験が変わったというだけではなくて、実質的なところについては、えっと今日のこの学人セッションであのずっとお話があるように、えっと、学外認証連携、あるいは外部委託、クラウド利用。 その他に、まああに昨今との大学もハラハラしているところですけども、えっと、情報セキュリティインシデントが起こったときにどう対応するかというところについて、えっとまあ、サンプル規定集として支援していきたいねということで、えっと、下にあのこの画面で言いますと、真ん中あたりに書いているようなところを検討しております。事務情報ののセキュリティ対策基準というふうなものを、えっと あの策定しましまたそれから、えー、とあの広報で公式アカウントを使ってあのいろいろ失敗するというふうなこともありますので、ちょっとセキュリティとは質が違うかもしれないんですが、えー、と情報発信ガイドラインというふうなものを考えましたし、引き続いて、えー、SNS とかソーシャルメディアの使い方というふうなところについてもガイドラインを考えていくと,ということを考えております、それから、えー、と情報セキュリティインシデント対応手順というふうなものを、えー、と検討しております。まあ、あの 割とあのホットな話題で言いますと、標的型メールっていうのは来るものだと、そういう攻撃は受けるものだと、でそういうのが来ると、半分とか9割の人はクリックしたものだということを考えると、あのいくらあの教育していてもあの、インシデントは一定の確率で起こるということを考えなくちゃいけないので、えー、とそういう情報セキュリティインシデントが起こった、えー、ときに、どういうふうに対処しましょうかと、気づいた人はどういうふうな連絡をしなくちゃいけないと、連絡を受けた人はどういう判断とか、どういう調査をしなくちゃいけないと。 でえー、とその調査の結果によって、どういう対策を取ると,、えー、と、インターネット接続を切ったのか、切ったのか分からなかったということではよ,よろしくないというようなことで、そういうインシデント対応手順ということをちゃんと決めておいた方がいいねということを、あの1年ぐらい前に、えー、と考えておりましたで、えー、とこれを出そうということを考えております。それから学人、学人に限らず、まずあの学内の認証基盤ですけれども、えー、とそれとあのその学外連携と。 いうところにつきましては、えっと、認証基盤運用管理規定というものと、それから学外認証連携というふうなところについて考えてきたんですが、いろいろ考えてみますと、学内の,あの連携と学外の連携というのは、あんまり本質的に違うところがないねというようなことで、えっと、まず一つ、全学認証基盤の運用管理規定というふうなものを作った後は、あとは学内と学外を問わずに接続規定というふうなものに収めまして、まあ、学外のときにはいろいろチェック項目があの変わるという程度。それから 利用者の方についても、アカウント利用規定というふうなものを作る必要があるねということで、この3つの規定を今、考えているところです。それから、ちょっとこれ、順序が乱れてましたが、インシデント対応の1つとしまして、シーとえっと情報セキュリティのインシデント対応チームの設置規定、あるいはそういうチームの構築支援というふうなところについても考えていきたいというふうに考えております。でその他に直接学任 であるかかどうかには関わらずえっ、ー、とクラウドサービスを使うえっ、ー、と、前の前のお話で相田先生が話されていたように、えっ、ー、と大学のいろいろな情報システムの最適化をする上で、えっ、ー、と学外のクラウドサービス、パブリッククラウドを使うというふうなことがあるときの,のガイドラインというふうなところについてもちょっと考え始めてきております。でこれについては、えっ、ー、とまだ具体的な策定に入っていないんですが、えっ、ー、と27年度、今年度あたり、あの そ、えっと、そろそろ起源始めるで、えっと、じゃあ,あの、そのクラウドっていうところで、今後どういうことを考えていくつもりなんだということを話そうと思って、スライドをつけていたんですけども、あのそれこそ、前の前の相田先生の話とかなり、ダブルところがあるんですが、えっと、いろいろ考えていきますと、えっと、大学において、あるいは我々、 の策定しているサンプル規定集で、えー、とクラウドを使うというふうな場合にクラウドだからといって特別な規定は 規則は必要ないねというふうなことが出てまいりました。というのは、えっと、クラウドを使うというふうなことを特別に考えるのではなくて、そもそも情報システムが大学の敷地内にあるか、敷地の外にあるかと、あるいは、えっと、大学の敷地内にあっても事実あの、事実上、SE さんが運用管理しているというふうな形態もあったりなんかしますので、そのあたりを考えていくと,、えっと、クラウドだからといって特別なところをあの あの区別する必要はなさそうそれよりも、えっと、本学の情報システムなのか、つまり本学が主体的に運用管理する情報システムなのか、それとも、えっと、クラウドサービス業者、あるいはあのパブリックの何かあのサービスがもともと提供されていて、その約款に応じて、えっと、情報処理サービスを利用するのかという、ここのところのこの2つの線引きをすればいいんじゃないかなと。 クラウドの利用というふうなところは、外部委託の形態の一つとして、対応できるねというふうなことになってきております。で先ほどちょっと言いましたが、薬刊による利用というふうなものと、それから例えば大学で使用書、あるいは調達手続きを踏んで行うというふうな契約に基づく外部委託というふうなところがちょっと違うかなというふうなところが要注意点です。 でえっ、ー、と外部委託というところに関して言いますと、えっ、ー、とまあ個人情報に限らないんですが、大学で持っている情報をえっ、ー、とその委託先に預けて情報を処理してもらうというふうなことになるわけですが、まああの個人情報に関して言いますと外部委託したからといって、えっ、ー、とその個人情報の取り扱い責任は大学に残ってその委託先の監督をしなくちゃいけないというふうなこともあります。まああの細かいことは抜きにして外部委託をするとは言ってもやっぱりえっ、ー、と大学が主体的でなくちゃいけないというふうなところがありますので、えっ、ー、と契約に に基づく場合にはこれこれこういう条件で外部委託をするんだよ。というふうな。えっと実施手順が必要になってくると、あるいはえっと約款に基づく。もともとあの街中で市中で提供されていたサービスをえっと約款を争奪して利用しに行くというふうな場合には、えっとそのサービスを利用する上で、要件があの許容できるものかどうかのチェックというふうなところを、あのリストしておかなくちゃいけないね。というふうなところなどをえっと考えております。 でえっと、もともとあのこのサンプル規定集の中で、本学情報システムというふうな考え方があります。えっと、これは、えっと、必ずしも大学の敷地内にあって、大学のお金で購入したシステムだけではなくて、えっと、大学がレンタルなり、リースで借りているというふうなものもありますし、あるいは所在地が大学の敷地の外でも同じだというふうなことで、えっと、大学が、えっと、所有している、あるいは管理しているもの、あるいは、えー、所有管理していなくても、本学との契約に基づいて、えっと、提供されているものは、本学情報システム システムだということで、本学が主体的に運用管理するんだということになっております。で、えー、とそういうふうなあのところあの、えーと、本学情報システムとして使っていくというふうなところでも、えーと、その運用などを外部に委託するというふうなことがある場合には、そこに、えー、と外部委託において、えーと、情報セキュリティの対策実施手順というふうなものを考えなくちゃいけないということで、 えと時間もなくなってきたので読むのやめようと思いますがこういうふうなところをチェックしなくちゃいけないかなというふうなところがあります。で、それから、も、えー、ともとあ,あるパブリッククラウドサービスですとかああのあのインターネットで提供されているサービスの場合には、えー、とまあ,あの 同意しますと、約款に同意しますというところをクリックして、えー、と利用を始めるというふうな場合に、えー、とそこでいろいろな、えー、と知的財産権の取り扱いがどうなっているかということによると,、えー、と、利用することによって知的財産権を放棄するとか、あるいはそのサービス業者に譲渡するというようなことがこっそりか、こっそりというか、書いてあることもあのないではないわけですので、そういうふうなところをチェックすると、あるいは、えー、とサービスがあの提供されたっ、えー、とで、その投入した情報が、 えとちゃんと消去されるのか、それとも向こうは収集する権利を有するのかと、あるいはいつ消去するのかというふうなところなどについて、えー、と調査をあの確認しておかなくちゃいけないねというふうなところがあります。で特にあのこの約款に基づくあの外部の情報処理サービスを利用するというところについては、えー、と契約らしい契約を取り交わさないで、えー、と先ほどもちょっと言いましたが、えー、と画面の中にずっとあのなんか、あの タームズ・オブ、えっと・ユースとか、あるいはあの利用規定というふうなものが表示されて、一番下の同意するというところを、えっと、クリックして利用を始めるというふうな、で別にあのお金は取られないというふうなものもあるわけですが、そういうふうな場合でも、えっと、外部委託に該当する場合があるというか、ほとんどの場合には外部委託に該当するわけですので、えっと あのこのような、えー、とクラウドの利用というふうな関連規定などを準守するということが必要になってくるんじゃないかなと。でしかも、えー、と例えば、えー、と学生が研究活動に参加しているというふうなところを考えますと、えー、と学生が英語の論文書けって言われて、どこかの無料翻訳サイトを利用しているというふうな時には、えーと、学生が無料サイ翻訳サイトを使うということについて、まあ、先ほど申したような、えー、とチェックというふうなものを、えーと、誰がチェックするのかというふうなところはちょっと考えておかなくちゃいけないねと。 いうふうなことがあるわけです。えっと、ちょっと最初考えていたよりも長くなっちゃいましたが、あの、以上で私のお話、閉じさせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。